ちょっと試しに解説動画チックなものを作ってみようかなどと思ってみたわけです。今日の機内は雨、土曜日かな。で、明日ちょっとこの先の自分が思ってたポイントがあるんで、やっぱり遠くから見てもすっげーいいポイントなのはすごくわかる。で、土日はやっぱり一番人が多いんで、ちょっとそこら辺が一番安全な確率が高いかなと思って、ちょっと明日やってみようというわけで今いろいろ準備してます。ちょっと道具立てに関して、まあ、2、3簡単な説明があるんで、ちょっとそこら辺をやってみたいと思います。とりあえずこれが今俺が使ってるリール、ただ多少これは改造してドラグの強度をフルロックまでできるように強化してます。まあただ一個道具パーツを足しただけなんで、別にどうっつうわけでもないんだけど、これじゃないと紅酒の引きでも、あの前のリールは一発とは言わないけど数日使ってドラグがいかれたんで、あれは絶対に手抜きで作ってます。で、あの面白い重りがやっぱりこれだと思うな。これすごく初めて見る人にとっては結構不細工な重りだと思うのよ。これ正直俺は思った。こんなダッセー重りでなんで使ってんだろうって分かんなかったんだよね。ただね、これ使ってみるとすごくね、ものすごく機能的、マジで。こういう何にもない、何ともない糸から短時間で重り調整ができます。で、外すのも簡単。これで終わり。わかっかな、この溝の部分に糸を入れて、で、これ中がゴムになってんだね。これをねじんだわ。これで終わり。で、ちょっとした注意点としては、こうやって横から見たときに糸がまっすぐ同じ向きから出てないと水の中で回転しちゃうんだよね。それはあんまり良くないこと。やっぱりぐるぐる回転すると糸もよれるし。で、この糸、これは紅酒をかけまくった時と同じ仕掛け、というか変えてない。成人の TCR とペアで使ってる仕掛けになるんで、これは、用釣りのハイブリッド、これは現地で売ってました。用釣りのハイブリッドの、600ヤード、長さはちょっとよく分かんないけど、まあ 500m 以上あるでしょう。それで、2000円。一時期なんかちょっと話題になったかもしれないけど、フロロナイロンっていう
スリート、透明で、これね非常に優秀、コストパフォーマンスももちろんいいんだけど、糸さばきがすごくいい。あのなんでフライラインもまあフライライン、フライのランニングラインといえばあれっていう、まあ別に名前隠しても隠さなくても別に構わないんだけど、フライのランニングラインあれも持ってきてんだけど、あれはね水中にこう入れて水の抵抗がかかるとねよれんのよ。だからね使ってません、使えない。さらにやっぱり透明じゃないんで、ハリスとしてやっぱり透明じゃないのは俺は少し嫌なんで、そういうのはやってないです。なんで、こんな感じで、フライラインの、ああじゃない、30ポンドフロロナイロンの投資仕掛けで、なんでそんなに簡単なシンプルな仕掛けにするかっていうと、グランドマックスだろうがなんだろうが、どんなに糸を使おうが、大石のゴロゴロしてるところで60センチ級の魚がかかれば糸はへたります、これは絶対。なんでその都度その都度こまめに糸を結び直す必要性が出てくるんで、これはねヨウズリハイブリッドフロロナイロンかなり優秀、マジで相当いい。こうやって引っ張れば糸癖も結構取れる、使い勝手の上では全然全く問題ない、すごくいい。これはね日本に帰っても使う、俺はヨウズリのハイブリッド、これかなりいい本当で。まあこれにねこんな感じの好き勝手に巻いたフライを、まあ6番クラスからこんな感じの6番クラスから、まあねそういうのをループノットで結ぶといった具合。今日はちょっと雨なんで、まあ雨でも別に釣りは関係ないんでやってもいいんだけど、ちょっとこういう解説動画も一回回してみたらちょっと反応がどうなのかなっつうのが多少興味があるんで、ちょっと回してみた。ちょっとねひげ面で頭も 2,3 日洗ってねえからちょっと汚えんだけど、まあねそれはねこの旅ですから別にどうということもないと思って、8分10分どんなにしようか。でこれがウオジャラシ、このウオジャラシの何が今までのルアーフライと違うかっていうと、こういうふうにものすごく柔らかい、これは水の中に入れれば分かります。こういう芯の部分が柔らかいっていうのはルアーにもフライにも今までにないんです。ワームっていうのは芯を持ってないルアーなんで、そこがウオジャラシが、世界初って言ってもいいと思うよ、これはのものである証明。これは一応特許の方にも申請はしてないんだけど、提出は3年前ぐらいにやってます。なんでまあ別に権利はないんだけど、まあ俺が作ったっていうことは証明されてます。これは自慢です。とりあえずこんなもんかな。あとなんか仕掛けに関して
あ、あとね、手袋絶対いる。手袋いないと怪我します。当たり前だけどね、直接手で引っ張りっこしてやるんで手袋は必須です。で、こういうとこ、こういう感じで負荷のかかる部分、糸に直接触れる部分にはさらに補強をこうかましてます。これはちょっとね、まだ新しくカバーし直したやつなんで使い勝手がどうかな、ちょっと今はまだ硬いんだよね。馴染んで柔らかくなってからどういった感触になるか、これはちょっとまだテストしてないです。明日やります。結構ね、動画もこういう自分撮りのやつは反省動画ぐらいか。あれね、そこそこ、まあ YouTube で20回ぐらいだけど意外と伸びんだよね。あれ結構みんなああいうの好きなんかね、普通のなんか料理動画とかより。俺的にね、あのカレーの料理動画はね面白いと思うんだけどな。すっげえうまかったぜ本当に。まあとりあえずそんな感じで痩せてません。うまいもん食ってます。ただね、ちょっと今日は火がないんで、あの紅酒を食えねえんだよね。だからストーブを買おうにもやっぱ金かかるからね。ファイアウッド買ったから別に火は使えんだけど、まあとりあえずこんな感じでちょっと試しに、解説動画みたいなものを回してみた。で、日本式って俺が言ってる釣り方、これに関してはまあ動画を見ればもう全部、つうか動画以上に伝える気は別にないんで、まあ仕掛けがどんな風になってんのかっていうことだけ今日はちょっと説明をして終わりにします。